はい、こんにちは。昨日は、フロントブリッジをやりましたが、皆さんやってくれたでしょうか？今日は、トレーニングではなくて、ストレッチを一つ紹介したいと思います。ストレッチで大事なことは、伸ばしたい筋肉を意識することです。ここを伸ばそうと思ったことを意識的に伸ばすことが大切です。今日はサッカー少年、野球少年、バレーの女の子たちもよく痛くなる膝の前側ですね。ここの原因となるももの前の筋肉のストレッチをやっていきたいと思います。まず一番よくやるのが、膝を後ろに畳んでこのまま倒れる。寝ちゃってもいいんだけども、まず大事なことは、ここのももの前の筋肉がしっかり伸びることが大事です。お尻が上がってたり、膝が上がらずに、お尻をしっかり床につけようとして、膝を地面につける。それでここをしっかり伸ばすことが大事です。もし足首が痛かったり、足首をもし捻挫している場合、こう畳んでしまうと、怪我をした場所が痛くなってしまうことがあります。そういう時は横向きになって足首のお持ち、この状態から後ろに膝を引き上げる。この時腰がなるべく反らないように気をつけてください。もし地面が硬かったり濡れている時には、立った状態でもできます。この状態から後ろに引いてあげる。腰はなるべく反らないように、ももの前の筋肉をストレッチしてください。整腸痛などで膝が痛いとか、ももの硬さが気になる、そんな時にはこういったストレッチをやってあげると改善が見られると思います。自宅でぜひやってみてください。左右両方もちろんやってください。